多分でかい。食った。電語一音スパンチング50ぐらい。はい、おはようございます。琵琶湖ガイドの安井です。ということで9月入ってようやく暑さも和らいできたんですけど、今日はねローライト、朝一はローライトで、まあ日中は日差しが出て暑くなるっていう、まあ夏の終わり、まあ秋の始まりっていう季節なんですけど、まあこの時期になるとね、毎年そのマットパンチででかいやつが釣れるんで、それをね一発狙いに行きたいと思います。まあ、本当にマットパンチング、ここ例年数年結構ね厳しくなっちゃったんですけど、やっぱ食ったらでかいっていうのがあるんで、そのワンチャンをちょっと今日ものにして狙っていきたいと思います。ということで行ってきます。一瞬で吐いたね。多分もう一回食うわ。多分でかい。食った。ジャイロスター 3.5 一音スパンチング50ぐらいグッドサイズ、いいね。やっぱマットパンチングで釣れるのはサイズがいい。はい、ということで今これね一音スパンチング、ジャイロスター 3.5 インチの一音スパンチングで50アップ釣れたですけど、まあねここちょっと水深がブレイクになってて深くなるとこのマットで、ちょうど深くなるなっていうところで打ってたらコンって入って、聞いたらパッて離しちゃって、一回フッキングミスというか食いミスがあって、まあそこに絶対いるだろうっていう風に思ったんで、もう一回すぐ入れ直したらコンってこう抑え込むような食い方で食ってきたっていうね。だから一回そのミスバイト、ショートバイトしてもやる気があるやつはまた食い直すから、もうほんとすぐ入れて食わすっていう今のねこの釣り方パターンがハマったっていう感じです。
はい、ということで今60ね、でかいやつ釣れたマットパンチングなんですけど、まあね、こうやってね、マットがあって、まあこうマットがあるって打てば釣れるっていうわけじゃなくて、やっぱりそのマットの中でも一級ポイント、その釣れる場所、バスがここにいるであろうというポイントがやっぱりあって、まあ、ちょっと分かりにくいんですけど、まあ、マットが今こうあります。でここにちょうどウイドがこうね、ボトムから生えてて抜けてるとこ、まあ僕はよく通り道って言うんですけど、まあ隙間があるんですよ。でこのマットがあって、この通り道があって、それのドン付き場にバスが結局ここで待ってて、ベイトが入ってきて捕食するっていう感じのイメージで、のこの通り道のドン付きのマットの中、まあ1メーター2メーター3メーター奥にドンって入れて食わすっていうイメージでやってます。ただ闇雲にこうマットがあって、こう打っていけば反応があるっていうわけじゃなくて、バスが通る道しるべがあるんで、それのドン付き場があるであろうというところをこうテンポよく打っていくっていう感じで、反応があるっていう感じです。はい、ということで今回やるマットパンチングのタックル紹介になります。まあこれはね、ダブルダッチ 78XH、 まあパンチング専用に作られた竿です。で P は85ポンドで、ルアーなんですけど、ルアーはジャイロスター 3.5 インチか、まあ、ジャイロスター3インチでもいいんですけど、まあ、3.5 の方がボリュームがあるっていう感じで、でかいやつが食うっていう感じなんで、僕はこの、ね、3.5 インチをメインに使ってます。でこのセッティングなんですけど、まあ、ガイドに来てくれてるお客さんは、あ、今年もこれですねっていう感じなんですけど、まあ、1オンスに、まあ、ラバースカートで、フックはこれハヤブサの TNS ヘビーデューティーの30、ジャイロスター 3.5 インチにはこの、ね、30っていうサイズがちょうどこのワームにセッティングした際にすり抜けも良くて、バスがこう食った時にフッキングも決まるっていうセッティング番手になります。でまあこういう感じでね、ディグってあるんですけど、セッティング、まあ、基本的にこのジャイロスターは、まあ、通常だとこういう状態でセッティングしますよね。でもパンチングに関して言ったら、最初は逆付けでやった方が、そのマット貫通ドルってこう落としていく際になぜかフォールがいいっていうアクション。でまあ針先がね、こう出てきたりとかしたら通常の刺し方に戻して、まあワームをね、こう長持ちさせて使うっていう感じで、まあ最初は逆付けで、ワームがずれそうになったら通常刺しっていう感じでやってます。はい、ということでお疲れ様でした。今日はですね、秋のマットパンチングをメインに、まあ何個ほっこ、まあ乱眼しながら回ったんですけど、まあ、ジャイロスター 3.5 インチの1オンスパンチングで60アップと50アップ単発だけど食ったらでかいっていう感じで、今日はなんとか2本でかいやつが取れたかなっていう感じでした。まあね、これからこの暑さが和らいで、で晩秋にかけて、まあ、ターンオーバーが始まると思うんですけど、そのタイミングでまたでかいやつが出るっていうのが、この今回やったマットパンチングなんで、ぜひ皆さんもやってみてください。ということでお疲れ様でした。